こんにちは。テレビ金沢のアナウンサーしてます守屋と申します。ぜひお話伺いたいなと思ったんですけど。何のお話かしらって。お店はどれくらいになるんですか？かれこれ70年でしょうね。嫁に来まして、そこでまたちょっと後を継いでしてます。はい、こういうものを扱うのが金物店のイメージ、はい、一般の金物店って言ったらこういう感じとか、荒物とか、こう建築のこういう釘とか、まあ、ペンキ、まあ、建築用の道具ですよね、そういうものも扱ってます。でもこう見ると掃除用具とか、こう日用品も結構多いと思うんですけど、こんな長い物差しも久しぶり見ました。尺なんです。大工さんはそれでやってたみたいですね。そうですね、なんとか皆さんのお役に立つものが間に合っていただければと思っておりますけども、でもこう商店街にしても地域の皆さんにしても、あ、今日もやってるっていう、なんかこう安心感というか、日常に溶け込んでる気もしますよね。はい、そうですね、なんとなしにね、ありがとうございます。いいですか、写真撮らせてもらっても。じゃあ綺麗に撮って撮らせてもらいます。ぜひここでっていう場所があれば、そんな場所で撮れたらと思いますし、あと何か鍋かな、金物らしい、金物屋さんらしくね。一歩出てもらってもいいですか？あ、その方が入るかな。行きますよ。はい、チーズ。